夏休みもあとわずかとなりました。楽しい思い出はできましたか？さて今回のラインナップはこちら。まずは全力で戦った話題です。7月21日金曜日、ダイアンスポーツ公園体育館を会場に第42回総員中学校総合体育大会ハンドボール大会が開かれました。いなべ市や桑名市など西2町からなる総員地区でハンドボール部があるのは、ダイアン中学校の男子と女子、北西中学校女子の3チームで、各チーム県大会の出場は確定しています。総員中学校体育連盟が主催するこの大会は、選手の技術向上と交流を目的に三重県大会のシード権をかけて毎年開かれているもので、ダイアン中学校女子と北西中学校女子が対戦しました。試合は立ち上がりから紺とピンクのユニフォームの北西が早く得点を決め、チームに勢いをつけたかったという背番号5番水谷美咲さんのゴールなどでリードし、試合を有利に進めます。また過去2年連続でこの大会を勝利しているグレーのユニフォームのダイアンも細かくパスをつなぎ、次々とゴールを決め、前半は11対7と北西がリードし、試合を折り返します。後半はダイアンが攻勢に出ます。チームメイトや家族などの声援を受け、怒涛の追い上げを見せ、途中1点差まで追い上げました。しかししっかり守備をして攻撃につなげることがチームの特徴という北西は、キーパーの鈴木好花さんの好守もあり追いつかせません。その後得点を重ね突き放した北西が25対17で見事勝利し、3年ぶりに県大会のシードを勝ち取りました。北西のキャプテン伊藤さつきさんは、16年ぶりとなる県大会の勝利を目指し全力で頑張りたいと抱負を話していました。県大会勝ったでした。なお県大会は7月25日、26日の2日間、四日市市総合体育館で開催され、ダイアン中学校の男子を含む3チームが出場しました。各チームとも総員地区代表として最後まで諦めず、健闘を見せたということです。変わってお祭りの話題、2本続けてお送りします。7月22日土曜日、大安町南家内で第85回南家内天皇祭りが開催され、まずは八幡神社で神事が執り行われました。無病息災を願って行われるこの祭りは、南家内集落センター近くにあった八坂神社が明治40年に現在の八幡神社に合祀されたのが始まりです。ご神体を神輿に乗せて天王山に返すお祭りとして昭和10年から毎年行われ、今年は4年ぶりの開催となりました。この日は子ども会からも55人の小学生が参加し、暑さに負けず出汁を引いていました。元気よく鐘と太鼓を打ち鳴らしていた南家内青年団の代表鈴木翔平さんは、4年ぶりの天皇祭りなので、これまでの分も取り返せるように伝統ある地元の祭りを盛り上げたいですと意気込んでいました。威勢の良い音を響かせながら街を練り歩く出汁を見守っていた地元の人は、鐘と太鼓の音を聞くとほっとします、久しぶりのお祭りで嬉しいですと話していました。神輿は昭和3年の昭和天皇御大典記念即位の礼の際、南家内出身の和波茂左衛門によって寄進され、その後昭和62年に修復されたものです。この日のために2週間前から集まって鐘や太鼓の練習に励んだ子どもたちは、夏休み2日目で良い思い出ができたことをとても喜んでいる様子で、 JA 三重北梅戸井支店の駐車場に並んだ出店を楽しんでいました。南家内の小川秀俊自治会長は、今後も地域の皆さんの協力を得ながら天皇祭りの伝統を継承し、後世に伝えていきたいですと話していました。7月13日木曜日、乳川保育園で
子ども祭り月間の2週目の取り組みとしておみこしと盆踊りが行われました。はじめは年長組の園児によるおみこしです。園児たちは2つのグループに分かれ、この日に向け2週間ほどかけて自分たちで飾り付けをしたおみこしを威勢よく担ぎ、多くの保護者が集まった園庭を一周しました。入川保育園では日常的に子どもたちが自分で考え行動できるよう取り組んでいます。その一環として長い期間お祭り気分を楽しんでもらうため、毎年7月を子ども祭り月間とし、園児と意見を出し合って週ごとにさまざまなお祭りを開いています。おみこしが終わると園庭に設置された櫓を囲んでの盆踊りです。踊ったのは右肩上がり音頭や恐竜音頭、妖怪村の夏祭りの3曲です。園児たちは曲に合わせて可愛らしい踊りを披露したり、家族と一緒に踊ったりしながら楽しいひとときを過ごしていました。保護者からは保育園での生活の様子も分かり、成長している姿が感じられて嬉しかったという声が聞かれました。また7月27日には保育士さんが手作りしたプラネタリウムを楽しみました。去年園児たちに大変好評だったというこの幻想的な雰囲気のプラネタリウム、キラキラ光る明かりに園児たちは綺麗楽しいと話し、テントやマットに寝転びながら眺めていました。林初子園長は、この子ども祭り月間は主体性を育む良い機会になったと思います。これからも園児たちの未来が明るく希望に満ち溢れた人生になるよう願っていますと話していました。ここで気軽に相談していただきたいお知らせです。地域包括支援センターから高齢者の方を対象とした物忘れの相談窓口のご案内です。近年物忘れの方の人口は大変増えています。2年後の2025年には65歳以上の3人に1人は何らかの認知機能の低下が見られ、65歳以上の5人に1人は認知症と診断されると推定されています。また85歳以上の方になると2人に1人は認知症と診断されると言われています。働き盛りの世代に発症するケースもあります。皆さんは普段生活をしている中で今までと何かが違うと感じることはありませんか？例えば直前に話したことやしたことを思い出せない、置き忘れやしまい忘れがあり探し物が増えた、家事、計算、運転が難しくなったなどです。ご家族や周囲の方が気づかれる場合もあり、例えば同じことを何度も言ったり尋ねたりする、入浴や着替えを面倒がり身なりに無頓着になった、些細なことで怒りっぽくなったなどです。地域包括支援センターではこのような時にどうしたらいいのかを一緒に考えます。相談いただいた内容を関係ない人に話すことはありません。またできるだけ早期に医療機関を受診することをお勧めします。早期の受診により治療可能な別な病気が見つかることがありますし、進行を緩やかにできることがあります。またお困りの症状に応じた適切なケアを受けることにより症状が和らぐこともあります。物忘れについてご質問のある方は遠慮なく地域包括支援センターまでお問い合わせください。こちらに来られない方はご自宅に伺うことができますので、ご相談お待ちしております。まだまだ暑さが続いています。どうぞ元気にお過ごしください。それでは失礼いたします。